ちは、いつも YouTube、リトグリ TV をご覧いただきありがとうございます、今回西田コーチなんかお悩み相談室に、お悩みをいただいたと。そうですね、はい、リクエストいただきました。はい、初級の女性の方で、はいはい、サーブが入らなくなってしまうという、はいはい、これ、ちょっとあるあるですね。ありますね。はい、はい、長谷川コーチどうすればいいでしょうか。そうですね、初級の女性の方に限らずだと思うんですけども、やっぱりサーブっていうのはやっぱり初級の方はやっぱり経験がサーブの練習の時間が少なかったりとか経験することが結構少ない方がいらっしゃって、どうしても入るか入らないか不安、やっぱり不安な上にですね、やっぱりミスの原因としてはやっぱりボールをこう打つ捉える前に早くもう打ちたい方へ向いてしまったり、そういうミスの原因が一つ目。あとはやっぱりちょっと最初からいいサーブ、強いサーブ打とうとしてフォームが崩れちゃってバランスが崩れて、ミスが多くなっちゃう、安定感に欠けてしまうという原因が考えられますね。ですのでまず改善点の一つとしては、入る入んないっていうよりはまずしっかりボールを見る、目でしっかりボールを捉えて打つってことがね大事です。やっぱり向こう側見ながらこうやってただ振っちゃってると安定しないんで、ボールをしっかりね、最後まで見る、そしてなるべく姿勢を崩さないでいいバランスでフォームが崩れないようにしたい、この2つをね、意識していただくことによってサーブの安定感が生まれてくると思います。じゃあぜひやってみましょう。はい、じゃあ1つ目のポイントからいきます。まずはしっかりこうもちろん狙う場所はあるんですけども、目は必ずボールを最後まで見るというところを気をつけて、ちょっと実際に打ってみます。形でしっかり当たる場所を見る、ボールをずっと見てる、これが大事ですね。この当たる時に早くこう離れちゃうと、打ちたい方向に目が離れちゃうとうまくいきませんので、必ず目はボールを見ることによってやっぱりラケットの真ん中に当たる回数がこう増えてきますので、しっかり最後までね、よくボールを見るというところを気をつけて、やってみてください。はい、ポイントの2つ目です。先ほどのポイント1つ目でボールを最後まで見るということをお伝えしました。でポイントの2番はバランスを崩さない、結果フォームが安定してきますのでボールが安定してくるという形になります。なるべくしっかりとバランスを保つ、フラフラせずにボールを捉えていくことによってボールのね安定につながります。はい、このような感じでなるべく打ち終わりでバランスが整った状態で終わるように、結構そのサーブってやっぱり1打目なんで必ず次返ってきますので、いいバランスで終えることがやっぱり次の返球にもつながりますし、サーブの確率アップに、こうつながってきます。でそこをちょっと意識して、ポイント2番です、行ってみます。はい、今動画をご覧いただいた通り、サーブを、初級者の方が安定させるポイントとして2つ紹介させていただきました。まず1つ目はしっかりボールを最後まで見る、これによって目と手のタイミング、このタイミングが合います。ですのでしっかり楽にボールが飛んできますし、やっぱり芯で捉える確率がぐんと、アップしています。あと2つ目にお伝えさせていただいたフォームを安定させる、なるべく極力姿勢をこう崩さないように、いいバランスで終われるように、やっぱりバランスよりもボールの強さを出そうとかしちゃうと結構
バランスがこう崩れやすくなるんで、まあ、調子いい時と調子が悪い時に、こう波が生まれてきてしまうんで、なるべくしっかりとしたいいバランス、体の軸をしっかり作ることによって、サービスの安定感につながると、考えていますので、ぜひ今回、ご質問いただきありがとうございました。ぜひ日頃の、ね、テニスで試してみてください。今日はどうもありがとうございました。